どうも達也ですそれ、えー。今回なんですけども、えー、深呼吸ね不安な時に深呼吸をおすすめしてるんですけどもその深呼吸をする時にイメージをね、えー、使ってみようというお話をしていきますイメージです皆さんどうですかあのー、深呼吸をする時どういうふうなことを考えながら深呼吸していますか ねえー、結構そこは無意識に何も考えずに、えー、深呼吸すると思うんですよねほとんどの場合は。で、ね、僕もそうだったんですけどその頭の中のイメージとして自分がものすごくリラックスしてどっしりとこうね座って <laughs> と、ね、こう山のようにどっしりと座って、えー、リラックスして深呼吸をしているそういうイメージを えっと、浮かべながら深呼吸する方が、え、落ち着けたりするなということが、最近、え、わかってきてまたたわかってきました <laughs>。最近というよりはね、あのー、結構昔からね、いろいろこう考えながらやってきたんですけども、そういうイメージっていうのが、いかに自分の、こう、気持ちや焦りに影響しているのか、不安なことにも影響しているのかっていうことをね、こう、いろいろ最近、こう考えているんですけども、実際、 不安になって、体が不安になっているとき、恐怖心を感じているときって、実際イメージなんだと思います。えー、例えば、こういうこと起きちゃうかもしれないなとか、えー、こうなったら嫌だなとか、この先いいことないんじゃないかなっていう、今起きてはいないんだけども、この先こういうこと起きてしまうかもっていうイメージが自分に恐怖を与えて、その結果として、ストレスやプレッシャー、不安感、えー、焦りとかっていうものをこうが出てきてしまっていると思うんです。で ね、昔のことをこう思い出してもこう、落ち込んだりとかっていうのもそうですよね。記憶を辿っている、えー、状態なので、頭の中で起きている現象ですよね。それが、えー、体の中にの降りてきて、心拍数が上がったり、実際にこう胃がムカムカしてしまったり、お腹が痛くなったりっていう、実際の肉体に影響しているわけですよね。なので、それを逆手にとって、えー、イメージで、 ちょっとリラックスしてあげる、えー。そのイメージをね、ちょっと、ちょっとね、えー、自分なりでもいいので、ちょっと、うん、作ってみる。っていうのがね、おすすめだったりします。えー、例えばですね、あのー、何か大きいぬいぐるみがね、あって、それをぎゅーっと優しく、えー、抱きしめている。そういったことをイメージするだけでも、えー、ちょっとなんかこう、体の緊張感取れませんか ね、えー、例えば、イケアに売っているような大きなね、サメのぬいぐるみをぎゅーっと抱きしめて、ちょっといい匂いがして、その抱きしめながら、ゆっくりとこう、深呼吸している。そういうことをイメージするだけでも、ちょっとね、あの、今、えー、体の緊張感が取れたり、心拍数が少し緩やかになったり、えー、したと思います。 他にも、別にそれはぬいぐるみじゃなくてもよくて、えー、実際のワンちゃん、猫ちゃん、ね、その他諸々の、えー、自分の大好きな生き物でもいいし、それは人間でもいいです。それをぎゅーっとハグしながら深呼吸している。そういうことを思い浮かべるだけでもやっぱり落ち着きますよね。なので、そういう、あのー、なんでしょうね、深呼吸をするときにかか、限らないんですけども、そういうイメージを使って自分を癒してあげたり、不安感をこう、 でこれはあのー、何でしょうね祈りとかとはちょっと違うくってちゃんとイメージしてあげるっていうことなんですよねちゃんとイメージしてあげるで他にもね僕が結構おすすめかなと思ったのは弱ってる自分がいるわけじゃないですかそれを、えー、頭の中の自分がこう優しくこう 抱きかかえてあげたりとかしていることをイメージしながら、大丈夫だよ、大丈夫だよって言いながら、こう、守ってあげるような感覚で、こう、一定時間それをイメージするだけでも、やっぱりちょっと、うん、こう、心が落ち着いたりするわけですよね。なので、それを使いつつも、えー、深呼吸を行うっていうのをね、やってみてほしいと思います。 でやり方はとても簡単で、本当に、あのー、ハグされている自分を思い浮かべるでもいいですし、自分の大好きな、その、動物をギュッとハグしながら、えー、深呼吸しているイメージでもいいですし、さっき冒頭に話した、えー、山、なんでしょうね、どっしりと、えー、座って、で、そのどっしりと座った自分が、ゆっくりと鼻から息を吸って、口から息を吐いて、その時にお腹が大きくなって、小さくなって、 というこの感覚すらもちゃんとイメージしててあげてでそしたらこうゆっくりゆっくり深呼吸して落ち着いてどっしりと座ってる自分をイメージしながら深呼吸を繰り返すだけでも随分と落ち着いてくるだろうし少し、あのー、いろんな物事に、えー、自分のメンタルが左右されづらくなっていくと思います。 えー、もしそのゆっくりと、えー、座って深呼吸している自分に何かあったとしてもその中のそのいう緊張感の中でもどっしりして、えー、座ってゆっくりとねゆっくりゆっくり呼吸を繰り返している自分をイメージするだけでも、えー、変なプレッシャーに負けづらくなったりとかね、えー、すると思います、はい、なのでこのイメージっていうのが僕たちにストレスを与えることもあるんですけどもその代わりに、えー リラックスを生むこともできますと、ね、こう手がこう今ねこう力入ってないじゃないですか。でこれってこうなんでしょうね力を抜くって難しいんですけどもけれどもこの脱力する時もそうなんですけどもこう頭の中にタコさんねあの海にいるタコみたいなものをイメージしてそれがドローンドローンってこう動いていることをイメージするだけでも少し力が抜けやすくなったりすると思います。 逆に、えー、力を入れたいときもそうですけども、こう、岩をイメージすると、ね、岩をイメージしていく工具を作ると、より硬く手が、え何、ー、でしょうね、えー、ギュッとね、こう、力を入れやすくなったりするっていうことも考えられるんですよね。ねこういうふうに、本当にイメージによって僕たちのこう気持ちとか体の状況っていうのは大きく変わってしまうので、逆にそれを利用したあげよという、<laughs> そういう感じの話でした。ね。 で、何でしょうね。うん。このイメージもそうですけども、イメージトレーニングってね、えー、一度は聞いたことあると思うんですけども、実際にそのイメージを、えー、しながら何かの練習を行うだけでも、やっぱりそれを上達できるっていう話があったりだとか、他にも、うん、筋肉トレーニング、えー、ダンベルを持ったりとか、えーね、よくそのボディービルダーの方々が、えー、しっかりと、えー、筋肉を作るときに、 自分の体が大きくなっているようなことをイメージしながら、こう、筋トレをすると、より筋肉の突きが良くなったりとか、筋肉の意識ですね。こう、ダンベル持って上げる、この、上げている時の腕のえ筋肉の動きを意識して、こうね、動いてるなっていうのをこうイメージして、ぐっと上がる、上げる、で、上げて、この上げた時の手の動きも、 上がる上がるってイメージする方がやっぱり力がついたり、より筋肉がつきやすくなったりっていう話もあったりするように、それぐらいね、このイメージするっていうことは結構、なんでしょうね、自分の体やメンタルにこういろんな物事を、まあ、ポジティブに作用したり、逆にあの悲しいことばっかり考えていたら、やっぱり、えー、悲しくなってしまったりとかすると思うし、不安なことばっかり考えていたら、やっぱり不安になると思います。なので、 自分が何をイメージしているのか、日常生活の中でどういったことをね、イメージしているのかっていうのもたまに、あ今自分ってこういうことを考えているなっていうことに気づいてあげてほしいと思います。うん、ただし、えー、無理に、なんでしょうね、ポジティブな、えー、イメージを思い浮かべようとすると、僕の場合ですよ。僕の場合はやっぱり苦しいんです。あの、なんかねこう、気持ちと、こう、なんでしょうね、自分が、 悲しい時にそう無理やり笑おうとしたりと笑おうとね笑顔になろうとしたりするとその一瞬は確かにこう口角が上がって何かこう乗り越えたような感覚になったりするんですけどもだけどその気持ちと体のギャップに負けてしまってより辛く、ね、こう落ち込んだ心がキューッて落ち込んでそこからちょっとこう笑顔になることでピュクンってちょっと上がるかもしれないんですけども無理やりピュクンって上げてあーって落ち込んだ 落ち込んでしまうこともあるので無理やりポジティブをポジティブに、えー、しようとしないっていうのも大事かなと思いますなので何でしょう弱っている自分がいたらその自分を包み込んであげるようにね優しくキュッとハグしてあげるようなイメージだとか、えー、何でしょう混乱しそうになったとしても自分がどっしりと座って、えー、深呼吸を繰り返してゆっくりゆっくり深呼吸を繰り返して何にも動じないようなことを イメージしながら深呼吸してみたりとかね、その、無理に何かをねじ曲げようとするのではなく、自分の、何でしょうね、自分が思い浮かべるそういったイメージっていうのをね、自分ができる範囲でやってみてください。<laughs> ね、ちょっと、あの、語源化するのがね、今うまくいきませんでしたけども、ね、今回はその、何でしょう、突発的に、えーね、動画を撮っているので、こう、ね、 話のの流れっていうのがうまくいってていいううがまくなんですけども、まあ、とりあえず自分がリラックスできるイメージだとか自分がどっしり座ってゆっくり深呼吸してるイメージだとか、あのー、そういったものをこう、ね、考えたり自分が弱ってるんだったらこう、えー、弱ってる自分が、うん、って落ち込んでたらそ,のそんな人がねもし目の前にいたら自分だったらどういう風に接してあげるんだろう。 っていうことをイメージしてみて。きっとこう、なんかこう、肩ポンポンってやって大丈夫かいってこう声かけてあげて、その後ね、こう話を聞いてあげたりとかね、ぎゅっとこう優しくハグしてあげたりとかね、えー、そういうことをするだろうなと思ったら、えー、弱っている自分に対して、そういうふうに支えてあげるような、サポートしてあげるようなことをイメージしながら、実際にぎゅっとね、こう、頭の中でで,いいですけども、優しくしてあげるっていうことをやってあげてくださいね。 でもし、うん、自分のことをこうイメージしづらいなと思ったら、えー、何でしょう。鏡の前にね、立ってみて、その鏡に映る誰かさんをね、えー、大事にしてあげるっていうことをやってあげてください。ね、あの鏡に映る人ですよ。それは誰かわかりまん。ね、僕にはわからないんですけども、鏡の前に立って、その鏡に映る誰かさんに対して思いやりを持ってあげて、その人が困っていたら、自分が自分で支えてあげてください。 助けてあげてくださいね。うん、で、それを、こう、ずっと鏡の前にいることは難しいので、えー、たまにこう、ちょっと自分が辛くなったなと思ったら、きっと鏡の前にいる誰かさんがきっとこう、弱ってるだろうから、それを、じゃあ深呼吸をして支えてあげようかとか、えー、自分にどういう言葉をかけてあげようかとか、えー、この後どういうものを食べようかとか、えー、もし頭の中、うわーってなっちゃってるんだったら、 その物事を紙の上に書き出して、整理するようにしてみようとかね。いろんな対処法はありますから、その対処法っていうのをうまーく組み合わせて使ってみたりしてみてくださいね。その中の呼吸法っていうのもそうですけども、深呼吸っていうのもそうですけども、その中の方法の一つ、ね。自分を自分で支えてあげるための、えー、技術の一つ。なので、上手に使ってあげてください。ね。その、なんだろう。技術自体は、 いっぱいありますから。いっぱいあるし、これから先もどんどん出てくると思います。なので、いろいろこう、試し食いというか、つまみ食いして味見してみてねえ、ホテルのバイキングに出てくるいろんな料理があったら、えー、そりあえずつまんで食べてみるで。美味しいか美味しくないか。で決めてまたおかわりするのと同じように、いろんな方法があったら深呼吸をしてみる。試してみる。そしたら試してみる。そしたら、 えー、なんとなく落ち着いたと思ったらお代わりすればいいし、また新しい方法が出てきたと思ったらちょっと試してみたらいいし。ね、その中で自分がこう落ち着けるなとか、えー、リラックスできるなっていうものをね、ぜひ見つけてもらえたらちょっと楽に生活できていけるかなと思いました。はい、ね、えー、今回ね、あのー、うまく話せていませんけども、そういう自分がどっしりと座っていー ゆっくり深呼吸をしているイメージを、えー、使いながら深呼吸をするようにできるとよりリラックスできるだろうし、いろんな物事に動じなくなるだろうし、ねえー、そういうイメージトレーニングっていうのも、ね、今後、えー、一緒にやっていけたらいいかと思います。はい、特に、あのー、お腹の動きね、息を吸うとお腹がぎゅーっと大きくなるじゃないですか。こうぐーっとねで。そのぐーっと大きくなっているこの イメージを頭の中に浮かべて、で、息を吐いたらぐーっとゆっくりこう、お腹が小さくなって。で、息を吸ったらまたゆーっくり大きくなって。で、また息を吐いたらぐーっと小さくなって。このゆっくり動いているお腹ね、深呼吸するときにお腹が大きくなって、小さくなって。ゆっくり大きくなってっていうことをイメージするだけでも、その自分がリラックスしているような感覚や強さ。 えー、強弱ね、リズム、そういったもので深呼吸しやすくなると思います。ね。うん。とってもとっても、あのー、やりやすい方法ではあるので、そういった感覚をつかむためにもね、えー、利用してあげてください。 というお話でした <laughs>、ねえー。今回はね、ちょっとうまく伝わってないかもしれないのでね、えー、また、えー、別の動画やコンテンツを使いつつ、ちょっとずつね、えー、皆さんをアシスト、サポートできたらいいかなと思います。ね実践も、実践の動画もどんどん作っていきますので、完璧を求めずにちょっとずつ参加してみてください。そしたらちょっとずつね、良、えー、くなっていくと思います、ね。楽になっていけると思いますね。はい。 ではね、えー、今回もね、あの、お別れする前に、えー、深呼吸を、今回10回やりましょうか。で、えー、その、今回の深呼吸をするときに、頭の中に自分がゆっくりと呼吸をしている、そんな自分を浮かべながらね、頭に思い浮かべながら深呼吸してみてください。そういうイメージを使った深呼吸を10回やってみましょう。で、呼吸自体はね、やり方はとても簡単で、まず息を吐いて、で、鼻から息を吸って。 口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これは10回繰り返します。で、この時に頭の中で自分がゆっくりと呼吸していることをイメージしてみてください。で、口から息を吐いて、息を吐いた自分っていうのは少しこう、体がから力が抜けて脱力して、で、鼻から息を吸って、スーッとお腹がゆっくりぐーっと大きくなる。そのイメージを浮かべて、で、また息を吐く時にスーッとお腹が小さくなる。 口から息をゆっくり出してで、体自体も脱力しているそういったことをイメージしてでまた吸ってこうやってお腹が大きくなって少しピリッと集中してで息を吐いて脱力してということをねあの10回イメージしながらやってみましょうでは一緒にやってみますよまず口から息を吐いて鼻から息を吸って 口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。1回、鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。2回、鼻から息を吸って口から息をゆっくりと ゆっくくくりと長く優しく吐きます3回続けてください鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます4回鼻から息を吸って 口から息をゆっくりと長く優しく吐きます五回鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます六回ゆっくりと呼吸をしている自分をイメージしながら 鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。七回、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 9回鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます10回目鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます おまけにもう一度、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、お疲れ様でした。えー、いつもよりちょっとね、えー、体の感覚やリラックス度がね増しているかもしれません。 ね。こうやってちょっとずつね、えー、自分を、自分に思いやりを持ちながら、自分のイメージも使いながら、いろんなものを使いながらね、自分が自分を支えてあげられる、そんな環境も作ってみてあげてください。ね。えー、そしたらちょっとずつね、良くなっていくと思います。リラックスできると思います。ではね、えー、また、今後もいろんな実践動画を出していきますので、あのー、計測もそうなんですけども、えー、一人でやるのはね、 難しかったりします。なかなかやっぱり一人では続かないので、動画が出た時だけね、僕と一緒に、えー、実践できたら、ちょっとやりやすくなるかなと思いました。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。大丈夫です。ではでは、大丈夫。